藤弘樹、ブンデスのサイドバックで4位の評価を受ける。シュツットガルトに所属する日本代表ディフェンダー伊藤弘樹はドイツ式キッカーのサイドバックランキングで4位に選ばれた。伊藤はサイドバック部門で RB ライプツヒのベンヤミン・フェンリシスに次ぐ4位にランクイン。昨季まで主に3バックの左でプレーしていたが、ボルノ・ソサの移籍後は左サイドバックで活躍している日本代表だが、国際級の評価に。コスタリカ戦のせいでいいイメージ持たれてないけど、マジで過小評価されてる選手。伊藤の適性はセンターバックとサイドバックのどちらなのだろうか。伊藤弘樹のココンとこの成長スピードやばいわ。もうこのクラスまで行ったのか。評価としてはブンデス時代の遠藤と並んだってことか。まだ24でしょ。もう期待しかないよ。マジで過小評価されてる気がする。伊藤弘樹がブンデスリーガのサイドバック部門で4位の評価、えぐすぎ。伊藤弘樹復帰したらミッテルシュテットとどう併用するのかな。 4-2-3-1 余り崩したくないしな。伊藤も今オフシーズンにさらに上のクラブにステップアップしそうな。伊藤弘樹がちで過小評価されてると思ってる。今夏のステップアップも全然あり。冨安板倉伊藤の3バックやってくれないかなって何度も言ってる。もっともっと上に行けます。ずっと応援してます。日本で最も過小評価されてる選手。